シリロ・クルーズ・ディランは、プエルトリコ出身の元プロ野球選手。兄に、ホセ・クルーズ、弟に、ヘクター・クルーズがおり、クルーズ三兄弟と呼ばれた。1980年に、日本ハムファイターズに入団。来日1年目から打率。309、26本塁打、84打点の、高成績を記録。翌1981年もチームのリーグ優勝に、 貢献。西部とのパシフィックリーグプレイオフでは1勝3敗で、敗れたが第2戦で、工藤君康から同点タイムリー、第3戦で、杉本正から先制タイムリー、第4戦で、東を治むから2ン本塁打を放つなど活躍した。1984年には打率、348、29本塁打、96打点を記録し、 ベストナインに選ばれるとタイトル争いをするほどだった。同年のオールスターゲーム第3戦では江川すぐるの8連続脱三振の8人目の打者となった。1985年にも打率3割を記録したが契約で揉めて大弾となった。在籍時は3番クルーズ、4番トニーソレータ、5番柏原淳一のクリーンアップを組んだが、ソレータや柏原は後に、 クルーズについて、私生活では、良い奴であり、野球では、一切、自分に妥協を許さなかった選手と語っている。顔面に死球を食らって、大出血、担架と救急車で球場を後にしたこともある。しかし、顔を7針縫ったにもかかわらず、翌日の試合に、スタメン出場し、猛打賞を記録した。当時の監督、大沢刑事のお気に入りだったことも伝えられている。 メジャーリーグでは7試合出場にとどまったが、日本では実動を6年間の打ち対談する1985年までで4回も3割以上の打率を残し、さらに通算打率、310、通算120本塁打を打った。また、三振が非常に少ない打者であった。ありがとうございます。